カワジシャは、オバコかクワガタ相続の越年草。別名、カワジサ、カワジサ。従来のシにエングラー体系、クロンキスト体系では、クワガタ相続は、ゴマのグサかに含められていた。茎は円柱型で柔らかく、直立、または斜上して、高さは10から100センチメートルになり、単緑色で、毛はない。葉は耐性し、葉芯は狂乱形。 または長大円状鏡乱形で、長さ2.5から 8cm、幅0.5から 2.5cm、先端はやや尖り、基部は傭兵がなく、円形になって茎を半ば抱き、円にはやや尖った虚子がある。葉質はやや肉質で柔らかく、茎と共に毛はない。下は5から6月。溶液から、 長さ5から15センチメートル、幅1から1.5センチメートルになる細長い、相乗過剰を出し、50から120個の花をつける。花柄は長さ3から5ミリメートルになり、線毛が生え、射状し、火事にはまっすぐに伸びる。額は深く4列し、列片は狂乱形で尖る。果敢は計4から6ミリメートルで、皿状に広く開き、4列し、 白色から白紙色になり淡紫色から淡紅紫色の蜜蜂がある。湯髄は2個、髄髄は1個ある。果実は果てとなり、休憩で長さ、幅ともに2.5から3.2ミ、mm、リメートル、先端はわずかにへこみ、先端に長さ1から1.5ミ、mm、リメートルの果汁が残る。種子は板状の楕円型で多数あり。 長さ0 5ミリメートル、幅0 4ミリメートルになる。日本では、本州、四国、九州、琉球諸島に分布し、川岸、溝の縁、水田のあぜなどを多湿地に生育する。世界では、台湾、中国大陸、東南アジア、インドに分布する。和妙川寺社は、川べりに生える、地社の意味。種小ウうんドラタは、波状の、うねったの意味。 和名の由来の通り、若葉は柔らかく、菊花のレタス類のように食用にされる。禁煙種では、菊花種の大川寺シャベロニカアナガーレスアクアキカエルがあり、茎は直立、または遮上し、高さ40から80センチメートル、30から70個の花をつけ、花瓶は湾曲して遮上し、果冠は、計6.4から9ミリメートルになり、泡紫色で小紫色の脈があり、 果てに残る家中は長さ1.5から3ミリメートルになる。ヨーロッパ、ロシア、中国大陸、朝鮮半島まで広く分布し、日本には本州の岩手県以南に帰化している。特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律による特定外来生物に指定されている。ありがとうございます。